武蔵野の面影を色濃く残す名園、殿ヶ谷と庭園。殿ヶ谷と庭園は大正2年から大正4年にかけて、後の満鉄副総裁江口貞江の別邸として作られました。昭和4年に三菱財閥の岩崎彦屋田に取得された後、本館や紅葉亭などを整備し、和洋折衷の回遊式臨泉庭園が完成しました。庭園の名称はかつての地名国分寺村殿ヶ谷とに由来します。国分寺駅より徒歩2分という一等地にあるこの庭園は、昭和40年代に国分寺市の再開発計画により、一度はその存続が危ぶまれました。しかし庭園を守る住民運動が起こり、その働きかけによって昭和49年には東京都が買収し、管理保護することを決定しました。整備の後、有料庭園として開園するに至り、平成10年には東京都指定文化財として名勝に指定されました。国分寺凱旋の南の淵にある殿ヶ谷と庭園は、典型的な段丘街を含んだ地形に作られています。そのため武蔵野大地と凱旋の自然植生が良好な状態で保存され、かつて武蔵野に自生していた野草が数多く見られます。庭園の中心となる次郎弁天の池には、水量豊かな湧き水の窪池があり、凱旋から湧き出る清水を集め、野川の水源の一部となっています。岩崎氏が好んで植えたといわれる木刻の木が300本もあり、別名木刻庭園とも呼ばれています。また新緑や紅葉の季節には約190本のもみじや、紅葉亭から見下ろす池の眺めが格別で、建物の脇にある井戸水を利用した獅子おろしが景色に音の風情を加えます。都内の他の庭園では見られない特徴を持った殿ヶ谷と庭園は、市民の憩いの場として親しまれています。